ですということで、今回はキタスラからのニュース情報を送りいたします。ということで、はい、シャバンはよしといてと、はい、スカーレットのね大会は今行われてまして、でそのスカーレットの大会がですね今ベスト4まで揃ったということで、ちょっとねベスト4の選手たちをね、まあ、紹介していってね、まあ、ちょこっとだけ先っちょを見せていっていただこうかと思います。ということで、先っちょだけ紹介していこうと思います。ということで、はい、で決勝戦は多分 YouTube 配信するので、そこもね皆さんばっこりとね来てください。ということで、はい、じゃ早速なんですけど、1人目の選手ですね、こちらポグバーさんです。で意気込みは全力で頑張りますとね、はい、もう全力でバチコリと己の本気を振り絞って頑張るそうなので、皆さん応援してくださいと。2人目が、バンテさんという方ですね、この方は、ここまで来たら優勝するしかないですね。そうですね、ここまでベスト4まで来たらもう優勝しかもう見えなくなっちゃうのは分かりみが深りみが深みが頑張ってくださいということで、3人目、トマトマトさん、こちらの方は1試合でも多く勝てるように頑張ります。いやもうね、その謙虚さがね僕は大チュキチュチュチュということで、1試合でも多くね勝てばね、残りね1回勝てばラスト1回で優勝、この考え方非常に素晴らしいということで、でラスト最後4人目が、ディバオさんですね、こちらは、ここまで来たら勝つしかねえということで、そうですね、もう4強まで来たらもう優勝しか見えなくなっちゃう、こちらもどっとということでね、4人とも皆さんね勝ちをね、まあ、目指して一緒でも多く絶対に勝つぞという強めが伝わってくるので、皆さんね頑張ってくださいということで、以上キタスラニュースでした。本編どうぞ。はい、どうもキタスラチャンネルです。キタスラチャンネルです。はい、2回言っていくということで、はい、今回も選手紹介を勉強にしていこうと思いますということで、今回紹介する選手はこちらジョハン・フェリックス選手です。ということでね、さまざまな方が紹介しております、さまざまな個性の方が紹介しております、2回言っていくということでね、はい、まあね皆さんね、僕がね、ひたすらチャンネルね、情報力がね少ないと、情報スピード注文が遅い点があるということで、後から出すことのいいことはね、何かと言いますとね、まあ、いちいち選手の説明をしなくていいと、もう分かってる前提で話せるから、めちゃめちゃ後から出すのもまあ特段ですよということをね、特段でということで教えていこうと思います。はい、こちらの選手ですね、はい、今回紹介していくんですけど、なんかね、なんかオムフで使うと強いんだこいつはとか、やっぱセカンドトップこそが強いと言ってる輩がたくさんいる中でね、私ただ一人だけね、はい、ツリーの頂点で CF で使うのがねめちゃめちゃ強いんだぞというところをね教えていきたいというところで、はい、今回は一発撮りでね、まあ、やっていこうと思うんですよ。よりリアルなねフェリックスの動画をね皆様にお届けするためにね、もうわざわざねフェリックス3点取ったすげえなんて見せません。だってそんなやれば取れるんだから、みんなやれば取れる、一発撮りこそがリアルのフェリックスを見せられるということで、今回はこんな感じのね、まあ、素晴らしい能力のねフェリックスを、今回紹介していこうと思います。前回の FP のフェリックスよりも能力が上がってるらしい、強くなってるらしいので、ぜひ皆さん決起力とかもね上がってるから使ってみてください。でワンタッチパスついてね、スルーパスがある、これはもうねツリーの頂点のために生まれてきたと言っても過言ではない男や、クリスマスツリーのあのね上の お星様になるねフェリックスのね、まあ、プレーを皆様に見せていこうと思います。ということで早速試合へゴー、はい、マッチングしていくやばいって、これ万が一負けたら取り直ししないっていうもう決めてるから俺の中で、マジで一発撮りで今回行こうと思います。ということでキッキングオフされていく、ということでディレイだね、早速ディレイ、あーなんか相手の攻撃パターンが早すぎてついていけなさそうな予感 88% の君のなんとか何パーセントに、俺思ったんよ、やっぱりこういうさフェリックスとか、まあ、そういう強い選手が出るじゃん、でそれの次の日とかさ、なんだろう、月曜はいいんだよ、仕事がないから次の日なんかすぐ頑張れば出せるんだけど、木曜日のアイコニックとか勘弁してほしい、
もう毎日がねもう YouTube に当てられるわけよ、時間を。 YouTuber さんたちはそれがすごい羨ましい。わっちはね、あの毎日仕事してるもんで、あのアイコニック聞いても次の日にじゃあすぐ撮れるかと、適性も上げてね PS も上げてじゃあすぐにできるかと言われたらね、できないんすよ。適性上げ完了つって次動画を撮るぞ、撮影開始ピコンつって、そっからさ、あのやらにゃちょ、やめちゃあーもうなんでそういうんだ、ね、じゃあ後から出す強みを見つければいいのかと。来たって待ってさ、あの画面壊れててさ、あの全然さ、あのシュートが反応しないんだよね、まして。じゃあそのもう一つ話あった、撃てよなんで最近ね、まあ、誠にお恥ずかしげながらね、23にもなってね、悔しいというかイライラしすぎて、あの大パンしてしまいました。3連続ぐらい引き分けたんですね。で俺その時なんか結構勝ちに行ってて、あのサントス使ってたんよ。プライドの高さのせいか、あのすげえなんかムカつき始めて、あの携帯をね一発殴ったわけよ。あの画面のひびが割れ、どんどん増えましたということで、あのなんか知らずと、あの画面操作もたまに効かない時あって、あのフラットね、一瞬な何かを思い出したかのように、あの選手たちが棒立ちになるようになりました。ということで来た、はい決めていく、なんで止めんの、置いてあったかのような、なんかあの記憶障害みたいな選手になってしまいますと、たまに止まっちゃって、来たあーやっと点決められるね、うん、打てよなあ、なんでよ、お前さ打ち上げてんじゃねえよ、誰が打ち上げ花火をあげろと言った、どうし乗って2点目決めようとすな、お前1点俺より多く取ってるからってな、生きんな、マジで自信を持つな、もっとなお前謙虚であれ、お前自分に自信を持ちすぎだ。ということでここで、あ抜いて、あいこのドリブル、あい緊急停止早い、マジでこの緊急、あ取られた、緊急停止が早い、ちょ待って、取れる、よしよしこれは取って当然ですねと、はいここでスルーパスで、あいけ、おやばさっきからシュートまで行けてて、なんかね普通に臭いなと思ったけど、あの最終的に理不尽なあの左足のシュートがバチコリ決まったということで決めていく、乳首ビーン、ちょっと何言ってか分かんねえけどね、はいということで今回1対1で引き分けてしまいましたということで、まあ、今回ね、だから今回から基本も本当に一発撮りでやっていこうと思います、はい、なぜならもう本当にリアルなあの試合、作った試合じゃなくてリアルな試合の選手の使用感、悪ければ悪いで皆様に悪いというところを見せられるんで、何でもかんでも選手にって言っちゃいけませんということをね最近してしまったので、こういう感じの YouTuber になっているでねということで、皆さんもね FP テニス出たら使ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう、バイバーイ。